の空気は動かないに限るな。部屋の空気動かない、何故限りますか。メトラさん、なんで背中から話しかけるのよ。せめて横から姿を見せて。あ、先生もいたんですね。二人して何か用ですか。はい、しかしその前質問あります。部屋の空気動かない利点何です。あ、その安心するよね。空気が動かないってことは開かれた空間じゃないってことでしょ。閉鎖的で引きこもれる部屋は最高だよ。ん、開放的な森海最高を思いますが、私ペトラさんとは分かり合えないかも。よく分かりませんでしたが、回答感謝します。それで要件ですが、ベルナデッタ、森海行きませんか。この話の流れでなんでそんな言葉が出てくるの。つまりペトラさんのおじい様が困ってるってことね。ブリギットの兵を私たちに貸してくれようとしてるんだけど、帝国の戦力が増えたら困る教団もブリギットに使いも送ってると。使いといってもすること脅迫です。ブリギットを断る力ありません。話は分かったけど、それでなんで私が行くってことに。先生言いました、遠く行くならば引きこもっているベルナデッタ連れて行くと。先生、ベルに何の恨みが。だいたい最近のベルはちゃんと部屋の外に出てるじゃないですか。横暴です、権力乱用です。私にだって断る権利が。ベルナデッタ、私も頼みます。あなたぜひ来てほしいです。いえ、ベトラさんにそこまで言われちゃうと迷っちゃうな。先生もどうしてもベルに来てほしいです。どうですか。わかりました、これもみんなのため、私も一肌脱ぎましょう。ベルナデッタ、肌脱ぐと肉骨見えるしまいますが。違う、変な想像させないで。Thank you.
勝っています。しかし私福はあります。西の砦で私の仲間閉じ込められている、聞いています。砦で奪取し味方解放する望みます。あっちは敵がいっぱいじゃない。まだ東の方が敵が少ないよ。ベルはこっちに行くのがいいと思うな。よっしゃー行くぜ。見えた。死にてえやつからかかってきな。あと何度戦えばいいのかしら。血塗られた道を私が切り開きましょう。アドラステア皇帝、参る。戦場を広く見なくても。信じる者のため、皆を導かなくても。この地。先制奇襲、有利思います。頭使うできます。陛下の敵は殺すだけです。掃除に行くぞ。仕留める。はあ、穴を開けてやったぞ。戦場に立つ以上覚悟はできている。ええ、任せてちょうだい。誰が相手でも勝たなきゃならねえ。
私が負けるわけにはいかない。無駄です。勝利、皆の心燃やします。何においても勝つのが大事よね。狙い通りに進められているね。よし、死んだな。死なずに済んだ。さあ次だ。
も波動を敷くため。悲しい。未来のためも悪くない。嬉しく思います。時間を使いました。ブリギットの連中に帝国に協力しないよう頼みに来たんだが、相手も同じことを考えてたか。先に進路を抑えて敵を封じるよ。道塞がれる。祖父会いに行くできません。急ぐ必要です。何においても勝つのが大事よね。はっ、うん、穴を開けてやったぞ。戦いが終わるまで私は止まらぬ。私も行くか。ブリギットを帝国のしもべにはさせないよう、あたしらセイロス騎士団が救うんだ。ブリギットの誇り見せました。
以上無理か。まだ無事な奴は連中を止めるんだ。いいぞ、皆の士気も上がる。戦場を広く見なくては。血塗られた道を私が切り開きましょう。よっしゃー、行くぜ。アドラステア皇帝マイル、掃除に行くぞ。何度戦えばいいのかしら。急ぐしましょう。はあ、ようやく終わった。急ごう、ペトラさん。それにしても開放的だし、人が多いし、引きこもりには辛いよ。私、祖父話す、説得して戻ってきます。先生たち、ここで待つ願います。敵また来る可能性あります。わかったよ、待ってるね。先生、敵が現れたらお願いしますよ。
この辺の植物って普段見てるものとやっぱり微妙に違うんですね。引きこもるには向いてないですけど、森は森で楽しいですね、先生。ええ、そうです。特にその中でも食虫植物が一番ですね。普段はじっと引きこもりのように動かず、ご飯は向こうからやってきてくれる。最高じゃないですか。それに見た目も素敵ですし。何です？もしかして先生も好きですか、食虫植物なら。ああ、先生、ペトラさん戻ってきましたよ。待たせる申し訳ありません。無事話終わりました。ペトラさん、おじい様と久々に会ってどうだった？はい、祖父別段変わった様子ありません。力強くありました。私応援する、してくれ、兵も貸してくれる言います。本当？やったね。そしたら目的はバッチリ達成？はい、感謝します。ブリギット、帝国との戦争を負ける以降属国の扱いでした。しかしフォドラ戦乱の時代、ブリギットを立場変える機会です。今日の協力もその一つ。ブリギット、フォドラと対等付き合っていける望み、私たち努力します。ベルノデット、どうするしましたか？ああ、ペトラさんはすごいなと思って。一人で異国の地から歩を捨て、ふるさとのために頑張って、結果も出して、私なんていつも自分のことで精一杯だし、何も進歩しないし。それ間違いです。あなた、私のため戦ってくれました。皆のためここ来ました。自分のことだけ違います。ベルナデッタ努力する、私知っていますから。これからも互い前向かい、進んでいく、行きます、しましょう。ペトラさん、ありがとう。ありがとう。おかげで。ひとかわむ。リク。命を。うむ。
にゃ。先生。強く慣れてるかな。体が勝手に覚え。隠し事が多いようね。以前伝えませんでしたかな。私にとて言えないことはありました。それは覚えているわ。けれど私は皇帝よ。宮内教のあなたが命に従えないというなら死罪にすることもできるわ。エーデルガルト陛下、あなた様は誤解しているようですな。確かに私は宮内教として皇帝に仕えている。ですがそれは形式的な話です。私はあくまでエーデルガルト様個人に忠誠を誓う一人の従者なのです。昔はベストラ家の一員として皇族に仕える役目を負っていたこともありました。しかしあなた様が王国から戻って以来、私はただあなた様のみに仕えているのですよ。つまり皇帝としての命などには従えないということなのね。さよう。宮内教の地位にこだわり形式的な罪に問いたいというのであれば、私はいつでもこの首を差し出しましょう。いいえ、そんなことはしないわ。私だって宮内教が必要なわけではない。私がただ欲して徴用しているのはヒューベルとあなたなのだから。そこにはベストラ家もフレスベルグ家も関係ないわ。もちろん帝国すらも。であればエーデルガルト様、いろいろと目をつぶってください。陛下の知る必要もない様々な雑事が起こるたびに私が片付けているのです。陛下はただ歩けばいい。私によって整えられた神区の道を、その赤さが血に由来するのかどうかは皇帝にとっては問題になりません。皇帝としては理解したわ。でも私個人としてはとても気に食わない。以前あなたは私に道を派手に彩ってみせると言ったわよね。なのにあなたは派手には行動せず、主君にすら情報をつかませない始末。信頼しているからこそ私は
全てを知りたいと思うの。あなたにとって私が一番だというのなら、私にとってもあなたが一番でいなさい。はあ、わかりました。私の負けです。可能な限り包み隠さずお伝えしましょう。始末した暗殺者の数から買収に使った金額、私のひそやかな思い人に至るまで全てを。思い人？あなたまさか。おや、心当たりがありますか。あなた様には特に秘密にしていたのですがね。いいから、誰なのか教えなさい。エーデルガルト様です。まさか他にいるとお思いで？その曲。ララララタッタ。あら、エーデルガルト。マヌエラ殿、あなたの歌っていた曲、昔聞いたことがある気がします。それもあなた自身が歌っていたような。テートの歌劇場かしら。覚えていてくれて嬉しいわ。きっと歌劇を見に来てくれたのね。テートアンバルではミッテルフランク歌劇団は何度も公演したから。やはりそうでしたか。叔父に連れられていきました。もう一度見たいと願ったのですが、その後私は王国への亡命に同行させられ、数年後に再び帝国に戻った時にはあなたはすでに引退していましたね。そうだったのね。ということは私を見たのは一度きり？ええ、そのはずです。それなのにしっかりと曲まで覚えていてくれて光栄だわ。それだけ印象的だったのですよ、マヌエラ殿の歌が。でもどうしてあれほど早く引退を？まだ10年20年と続けられたはずです。そうね、確かに私の周りにはそのくらい歌い続ける人もいたわ。けれど私は自分の全盛期に引退したかったの。私の歌声は主からの授かり物。それは年齢とともに衰え、いつか失われる。だから私はその時までに自分の力で生きる術を得ようと考えたのよ。主に歌声をお返しして、それでもしっかりと生きていけると示すために。女神を信じ恩を感じているのに、それを離れて自分の力で生きると。なんていうのかしらね。主の存在は私の心の支えよ。けれど私の体を支えるのは私自身でしょう。それにしても恐喝を止めるとは随分と大胆な行動だったよ、メルセデス。ん？ああ、あの時の。あれは話を聞いてあげていただけよ。謙遜するな。弱者を救い立派に貴族の務めを果たしたのだろう。それはなんだかちょっと違うような。ほう、それはどういう意味かね。世の中にはお金じゃ買えないものがあるって分かって欲しかっただけよ。だけど今になって考えればちょっとムキになってしまっていたかも。自分のことを思い出してつい。ふむ、自分のことか。もともと君は帝国の小貴族だったバルテルス家の令嬢だと聞いていた。だが
今はその肩書きを捨て平民の身分に甘んじている。もしやそのあたりの話なのではないか。よければ聞かせてくれないか。私と母はバルテルス家を逃げ出したのよ。辛いことがたくさんあって、それから何年かファーガスの小さな教会に身を寄せて暮らしていたのだけれど、そこに一人の男が現れて、私を養女として引き取りたいと言い出したの。きっと私の血が、私に宿る紋章が欲しかったのね。司祭様は断ってくださったけれど、男は、私の養父はお金の力で教会に圧力を。この間の兵士さんが、なんだかあの男に重なって見えてしまったのよね。なるほどな。その男は君を利用して貴族になり上がろうとしているわけか。貴族という身分だけを得ようとも何の価値もないというのに。あら、何かおかしかったかね。ううん、フェルディナントが貴族という身分に価値がないなんて言うと思わなくて。ああ、そういうことか。間違いではない。素養もなく努力も積まず、他人の力だけで貴族という身分を得る。確かに貴族を自称できるかもしれないが、本当の意味で貴族にはなれん。そういうことだったのね。それに引き換え、君の身分は平民だが、その心身は貴族のままだ。私はそう思うよ。よう、ベルナデッタじゃねえか。お前から話しかけてくるなんて珍しいな。いや、やっぱりダメでしたよね。すみません、すみません。出直します。いや、話しかけといて帰んなよ。なんか用があるんじゃねえのか。そうでした。この前、町の…この前？ああ、町に賊が出た話か。何人も金を騙し取られたらしいな。違います、それじゃなくって、私が担がれて…担がれた？まさか、お前も賊の被害に？許せねえ、そうと分かれば俺が絶対に。違うって言ってるじゃないですか。もういいです、帰ります。おい、俺が悪かったから帰んなって。ちゃんと聞くから話してくれ。カスパルさん、最後までちゃんと聞いてくださいよ。ああ、任せとけ。前に私を担いで景色を見せに連れて行ったことありましたよね。その時の場所、あれどこだったんですか？わからなくて。ん？連れてった場所？ああ、あれは修道院の外で。あ、いや、口で説明すんのはむしいな。仕方ねえ、今から連れてってやるから、道覚えとけよ。え、まさかまた担いで？やめ、やめ、止まって、下ろして。Thank you.